ガイア、あるいはゲイは、ギリシア神話に登場する女神である。地没神であり、大地の象徴と言われる。ただし、ガイアは天をも内包した世界そのものであり、文字通りの大地とは違う存在である。ヘイシオドスの、神闘記によれば、カオスから生まれ、タルタロス、エロースと、同じく世界の始まりの時から存在した。 原書神である。ギリシア神話に登場する神々の多くはガイアの血筋に連なり、また人類もその血を引いているとされ、母なる女神としてギリシア各地で厚く崇拝された。未来を予言する能力を持つ女神であり、デルポイの神託書はアポローンの手に渡る前にもともとガイアのものであった。さらに地上のあらゆることがその上で行われることから、 制限の神でもある。ローマ神話におけるテルースに相当する。神々が生まれる以前、宇宙には何もないカオスが広がっていた。そこに、ガイアが生まれたとされる。ガイアは、自らの力だけで天の神ウラノス、海の神ポントス、山の神ウーレアーを生み、母となる。エロオスの働きで、ウーラノスと、親子婚子夫とする。そのためウーラノスは、 神々の王となった。そして、ウーラノスとの間に、クロノスをはじめとする男女6柱ずつの子供を産んだ。これが、ティーターンである。また、キュクロープスやヘカトンケール、ギガース、ピルトーン、テューポーンなどの魔人、怪物を産んだ。ウーラノスがクロノスに巨生された後には、ポントスを夫にしたとも言われている。ガイアは、ウーラノスとの間にはオガミ、 オーケアノス、コイオス、ヒッペリオーン、クレイオス、イーアペトス、そして、バッシクロノスを、女神、テーティウス、レアー、テミス、ムネーモシュネー、ポイベー、ディオーネー、テアーからなる、巨神ティターン一族を生んだ。ガイアはまた、異形の神々ヘカトンケール、キュクロープスたちを生むが、あまりの醜さゆえに、ウーラノスが彼らを、メ界カイタルタロスへ閉じ込めてしまった。 子供たちの母であるガイアは、悲しみ、ウーラノスへの報復を考え、子供たちに復讐を呼びかけた。子供たちは当初、父を恐れ誰も名乗り出なかったが、末っ子のクロノスが自ら名乗りを上げ、ガイアの作った鉄の大釜を受け取り、ウーラノスへ復讐することとなる。その夜、クロノスがガイアに知らせられていた場所へ行くと、ウーラノスは、妻ガイアにかぶさるようにして寝ていた。 クロノスは、大釜で、ウーラノスの断世器を切り落とした。これを受け、自らの行動を恥じたウーラノスは、ガイアの元を去った。これにて、クロノスが、神々の王となるが、この時クロノスはウーラノスに、やがてお前も、自分の息子に王位を知りけられることになるだろう。と言われ、この言葉は、クロノスの脳裏に焼き付くこととなった。 やがて妻レアートの間にできた子供を飲み込んでしまったクロノスにゼウスが復讐を決意し、そしてティーターン一族とオリュンポス神の戦いが始まる。十年以上戦いが長引くとクロノスの横暴さを見かねていたガイアはゼウスたちにタルタロスに閉じ込められたヘカトンケールやキュクロプスたちのことを教え彼らを救い出すことを勧めた。ヘカトンケールは百本の手で大岩を投げ、 キュクロープスはゼウスに雷と稲妻を与えた。こうして、ゼウスらは、新たな味方と共に戦いに臨み、ついに、クロノスとの戦いに打ち勝った。天はゼウスが、海は、ポセイドーンが、冥界は、ハーデースが治めることとなり、大地は、皆のものとなったのであった。ありがとうございます。